Hazard 6。こんにちは、ブルーホースです。いつもね、Biohazard 6やりながら人生相談乗っていきましょう。そう、前回からのパートからですね、ちょっと連続撮りをさせていただいて。I think I can fix this. Sherry, get behind the wheel. ということで、まあ、Cに入ったんで、まず早速ね、やっていきましょうか。あ、なんかめっちゃ勝手にやってる。あ、トリトリトリ。あー、じゃあミスった。はい、じゃあ行きましょうか。ごめんなさいですね。はい、大人になってからの趣味の見つけ方を教えてくださいということですね。はい、ありがとうございます。まあ、趣味っつってもね、どういうね、ものが好きなのかにもよるんで、一概にこういうのどうすかっていうのはなかなか言いづらいっていうところが正直あるんですけど、まあそんなこと言ったら何もね見つけてあげることができないんで、長く続けられるものを、長く続けられるものっていうのを始めてみるのはいいかなっていうふうに思いますね。あとね、まあ、ステージによっていろいろそのやることとか、そうじゃないこととかっていうのがいろいろ変わってくると思うんで、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう。あ、そうそうそう。一人でできること、外でできること、それから中でできること、そして、人とできることっていうの、いろんな種類のね、趣味を持ってみるのがいいかなと思うんですよ。例えば、家の中でできる、人とできることとかだったら、例えば、囲碁とかね、将棋とか、チェスとか。一人でできることで、外でやることとかだったら、まあなんだろうな、例えばまあ、ウェイト、ジムに行くとか、あれ弱くないってことあ、こんなんだったら全体パートでやっちゃえばよかったな。こんなあっさり死ぬんだろう、まあ、なんか。っていうのがあるかな。他はまあ、一人でできる中のことだったら、読書とか、ゲームとかね。で、まあ、外でできる人とやることとかだったら、スポーツとか、まあ、一人でできること、ランニング行くとかね、そんな感じで。だから、マトリックス描いてみて、外と人がいる。で、外で一人でいる。それから、内で一人でいる。で、内で、人とやるっていうので、まあ、いろいろと分けてね、そういう趣味を見つけたかったっていうのをしてみたらいかがかなと思います。で、それが短期的なものなのか、長期的なものなのか、要は、なんだろう、短期的なものとかだったら、季節とかね、季節で終わるものみたいなものとかいいかもしれない。例えば、名前が出る、登山に行くとかね、っていうような感じで、その季節季節で、やった方、やれることっていうのを、趣味にしてみるっていうのはいいんじゃないかなと思うんですね。うちの親父なんかはもう年中、もう好きな時に、なんだろうな、キャンプ行ってっていうのやってるんですけど、やっぱりキャンプに行くにしても、その時々の季節によって行ったら楽しいところっていうのをちゃんと見極めてね、やったりとかしてたりしてますんで、まあ、そんな風にね、趣味っていうのを見つけていただけたらいいかなと思います。ではもう一回改めて言うと、人が必要なのか、一人でできることなのか、外なのか、内なのか、それから、季節で区切るような短期的なものなのか、長く何年間も続けるものなのかね。長く続けるものだったら、僕はちょっと筋トレとかお勧めしますし、短期的なものとかで行くんだったら、例えばですけど、スキーみたいな素敵なものとかっていうのをお勧めしますね。うわ。みんな大好きトラウマのシーンですね。はい。ここね、まあ、刺すというか、というところです。じゃあ、続いての質問やっていきましょう。はい。小学生の頃から個性を大事にしなさいと先生は大人に言われてきましたが、何が自分の個性なんだろうと、もやもやしたまま大人になってしまいました。今からでも自分にしかないものを見つけられたらと思っていますが、個性はどうやって見つけたらいいでしょうか。これ答え出すの難しいっすね。大体人間って個性を潰すような教育をしてますからね。だって個性を大事にしなさいとかってね、偉そうに先生方言いますけど、でも、みんな仲良くしましょうとかさ、仲良くできない人にさ、仲良くしなさいってさ、たまたま同じさ、年に生まれた、同じ地域に住んでる子がさ、同じ箱に詰められてるだけっていうような環境の中でさ、ね、
人とコミュニケーションを取るのが得意だっていう人もいればさ、そうじゃない人もいるしさ、でもみんながみんな仲良くしましょうみたいなことをさ、平気で言う先生とか見たら、あれすごい分かるんだよね。個人的には復活するんだよね、うん、ハンドガンは少ないんでショットガンを取っ放してるかな。 This isn't working. How long are we gonna keep doing this?If we keep this up, we're gonna run out of ammo. はい、あの一時的に動かなくなるっていうことはありえるんですけど、なのでお願いします。はい。というようなことが大盛りしてありえますんで、一時的に戦闘不能になっても、あの、え？なんだ？あ、手が動いてるの。オッケー。っていうことはね、往々にしてありえますんで、だからそれを考えると、なんだろうな、個性の見つけ方とか、ちょっと回答からずれると思うんですけど、ま、それが個性を見つけることにつながるかどうかは別なんですけど、だからあの、自分の居心地の良さっていうのを見つけるのが大事かな。だから自分が、なんて言うんだろうな、例えばですけど、人間関係マトリックスっていうのがあって、それって一体何かっていうと、まあ、細かい話は省略しますけど、ネガティブで自立している人、ポジティブに自立している人で、ネガティブで依存している人で、ネガティブで、あ、ごめんなさい、ポジティブで依存している人っていうね、まあ4つのパターンっていうのは人間のその性格上考えられるんですよね。で、それって一体何かっていうと、あのポジティブでかつ自立している人っていうのは、まあ、リーダータイプな人なんですよ、うん、リーダータイプの人で、要は俺についてこいみたいなね、ポジティブですよね、俺についてこいっていうタイプですごい自立していると。一方でネガティブで自立している人っていうのは、まあ、どっちかっていうとその人のことをあんまりよく思ってなかったりとかする、まあ、いじめっ子タイプみたいなね。で、ポジティブ依存っていうのが、まあ、ポジティブなんだけど、人に依存しているというタイプなので、どちらかというと、どちらかというと、まあ、いじめられっ子、うん、だっていじめられっ子の子ってちょっと卑屈になってしまっているのか、いじめられてるにもかかわらず、いやみんなと楽しく遊んでるだけなんですみたいなことをこう言うタイプいるじゃないですか。で、依存してるんですよ。いじめられっ子に対してね。ああ、これ、カンヌキ、あれか。The bolt on either side. ああ、いじめられっ子じゃない。いじめっ子に依存してるんですよね。依存してるんだけど、ポジティブに物事を捉えるというね、なんかちょっとよくわかんないことになっているという感じですね。おお、あ、違う違う。まあいいや。まあいいや。ちょうどよかった。うん、っていう感じなんですよね。で、ネガティブ依存は何かっていうと、どっちかというとサポータータイプ。だから、ポジティブな人に対して、もっと慎重になった方がいいよっていうふうな、まあ、参謀タイプ、サポータータイプみたいなことですね。っていうようなところが考えられるんですけど、で、それで行ったときに自分が、例えばその、ポジティブ技術、リーダータイプの人なのか、それとも、ネガティブ依存で、人をサポートする方が得意なタイプなのか、それとも、いじめっ子なのか、いじめられっ子なのかっていうのを自分の性格っていうのを考えてみて、それに合ったような過ごし方とか、それから、対立にいるタイプの人と仲良くなるっていうのがすごく大事になってきます。うん、だから対立の立場って一体何かっていうと、ポジティブ自立と、それからネガティブ依存っていうのは、リーダーと参謀タイプになるんで、ここが、まあ付き合いとしてはいい感じになると。で、ポジティブ依存、いじめられっ子と、ネガティブ自立のネガティブ自立のいじめられ、あ、ごめんなさい、いじめっ子、ここが対立関係になるんですけど、ここがね、いい関係になるというところなんですよね。うん、それが自分の、ま、個性の見つけ方というか、個性の発揮の仕方になりますね。うん、やってるのかな、うん、っていうところかな。自分の個性の見つけ方だよね。うん、
わお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 。辛い。いくら倒したところでね、弾がね、出ちゃうんだよね。いいところなんで、まあそんな風にね、あの、うわ、下半身が来た。お盛んですね。意識してんのかな。ドッキリが出てくる。うん。お、見つけ方をしてみていただけたらなというふうに思います。うん、というところかな、まあ、個性というかまあ性格、人付き合いの仕方みたいな、そんなところかな。まあ、具体的な感じでなくて申し訳ないんですけど、だって個性って難しいよ。じゃあ僕の個性何って言われたところで、ね、特にこれっていうの見つかんないし、かなり嫌味なやつみたいなね、そんなくらいしか浮かばないですからね。あとなんだろうな、皆さん個性ってどんな風に見つけるんだろう。もうなんか知ってる人がいたらぜひ教えてほしいっていうふうに思いますけどね。うん、まあさっき今の人間関係マトリックスっていうものからっていう、まあね、あの性格のところの話からもしね、見つけていくっていうことであれば、ぜひね、本田健さんの、アメリカ人じゃない、ユダヤ人大富豪の教えパート3っていう本を読んでみていただけたらと思います。まあ、なんだっけ、文庫本バージョンでも出てるんで、5、600円で買えるんじゃないかな。でも結構、これ2008年くらいの本だったりするんで、うん。2008年くらいの本だから、まあまあ、今だったら、ん？あ、やべ。そんなに高くなく買えるんじゃないかな。返信したい。うん。500円、まあ、安いとこだったら、ブックオフとかだったらね、100円、200円くらいで買えるじゃないですか。爆発したのでもう一回レンチンできるんだ。なんて良心的なシステム。うん、まあそんな風にまずは自分の性格を知ることで、自分のね、その性格じゃないや、個性をどう発揮したらいいかっていうのをぜひ検討してみていただけたら。Found the last one. まっすぐ行くよ。行くよ行くよ。Move in. Not now. Not now じゃねえよ。行くぞ。じゃあ続いていきましょうか。はい。営業をする際に意識されていることはありますかっていうことですね。はい、ありがとうございます。営業する際に意識することは、よく言われるのが、やっぱヒアリングしてお客様のニーズ引き出しましょうみたいなことを、言ってるね、タイプの営業マンは多かったりするんですけど、僕は真逆ですね。どっちかっていうと、プレゼンをめちゃくちゃするタイプですね。うん。プレゼンをして、こういうことができる。だから、ジョブ理論の話をね、いくつか前のパートでしてたと思うんですけど、ね、それは、起業するならいると思いますし、大事かなと思ったりするんですけど、でもね、なんだろうな、プレゼン、あれ負けた。あら、皆さん、残酷なシーンをお見せしております。めちゃめちゃプレゼンを重視してます。なぜかっていうと、こういうことができます。こうああいうことができます。で、こういうことをやりたできるお客さんとか、やりたいと思ってるお客さんは、こういうことで困ってるんですけど、お宅はどうですかみたいな風に、プレゼンをめちゃくちゃして、あ、そうだよね、そうだよなっていう共感を生みつつ、ヒアリングをしていくっていうような感じですね。うん、っていうところが、まあ、僕のやり方になるかな。だから、お客さんがどういうことで困っているのかっていうのを、やってた。まあいいや。めっちゃ今、マウスから手を離してた。スペースで来るからなんです。うん。だから、とにかく、お客さんから、なんて言うんだろうな、隙を見せないよう、お客さんから見て隙を見せないようなプレゼン力っていうのは、めちゃくちゃ意識してるかなっていうことですね。それがなくて、なんか、お客さんからああいうことできる、こういうことができる、みたいな、逆質問を受けたときに、パッと答えられないような営業マンをダメと思ってますね。
だから圧倒的プレゼン力っていうのは僕は身につけるようにしたんです。だから臨機応変にたくさんアウトドできる、そういうことできるってなった時に、それから質問を受けた際にあのパッドでスッと答えられるようにっていう準備は必ずしています。当然ながらそのお客さんがどういうことで困っているだろうかっていうのは当たりをつけたりとかするんで、ホームページ事前に確認したりとか、どういう立場の人と会うのかって、だって現場の人にね経営の話をしたって通用しないし、経営者なのにいや現場ではこういうこと困ってるんですよって言われたところで、いや俺は別に困ってねえしってなっちゃうんで、そういうギャップが生まれてしまうとアウトなわけなんで、そういうところでいくとあのしっかりとねどの立場の人に営業するのかっていうことを考えること、でその人に向けてのプレゼンを準備してあてがっていくっていうことが大事なのかなと思いますね。スティーブ・ジョブズもあのお客さんにあのいろいろ聞いたって無駄だと、マーケットを聞いたところで無駄だっていうふうに言ってるんですよね。で実際に物を作り出してみてから、あのこういうことが欲しかったんだよねっていうお客さんとそれを引き出さなきゃいけないという話ですよ。それができなきゃあのダメだって、お客さんは何が欲しいかっていう潜在的なニーズっていうのは実は分かっていないんですよね、うん、実は分かっていないっていう中で、ああいうものが欲しいのかな、こういうものが欲しいのかなっていうのに意見に振り回されて、じゃあ全部なんかモリモリで製品を作ってみたら実はあのいりませんでしたっていうことが往々にあったりするんですよ、うん、システムなんかまさにそうですよ結構、うん、っていうような話があったりするんで、じゃあ実際にあのお客さんが欲しいのはこれだっていうのを先に作っちゃって与えるみたいな、そんな風に僕はプレゼンを構築したりしています。そう、これかな、営業に関しての注意点はね。はい、ということでね、まあ、そんな風にあの話を、したんですけれども、まあ、キリがいいところでね、ちょっとまああの市街地抜けたところになりますんで、この辺りで一旦終了させていただきたいと思います。最後にね、あのヘレナのお、あ、そう、はい、を眺めながらこのパートを終了したいと思います。ズームはい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。バイバイ。